こんにちは、今日はですね、ちょっと、今日も作品作りの紹介じゃないんですけど、コメントで、バッグ、この以前紹介した朝日もミエルで作るボーダーバッグを作ったんだけど、ちょっとちっちゃくって全部ほどきました、なんででしょうっていう風にコメントいただいたので、ちょっと原因を探ってみたいなと思います。ですね、この、バッグ10号のかぎ針で編んでいます。で、割と緩めに私編むんですね。なのでもし10号であればきつめに編んでいる可能性があるかなと思います。それかもしくは10号よりもちょっとちっちゃなかぎ針で編まれたのかもしれないですね。そうすると割と大きさ結構変わってくるので、10号で、まあ、普通ぐらいかちょっとゆったりめに編んであげると同じぐらいになると思うんですけど、それぐらいですかね、考えられるのは。そんな感じかと思います。で、サイズがですね、この色が変わるこの底の部分なんですけど、色の変わり目のところまでの直径がだいたい13センチぐらいですね。こんな感じです。13センチあるかないかっていう感じですかね。こんな感じで、で、上の部分がここからですね、取っ手の上の口の部分がペタンコにした状態で、端から端までが34センチぐらいでした。はい、そんな感じのサイズなので、まあ参考になればと思って、ちょっと今日は取り急ぎアップさせていただきました。あとですね、全部、糸をほどかれたっていう方がいらっしゃったんですけど、その糸はもちろん無駄なく使えるので、心配しないで大丈夫です。あの糸のね、綺麗なつなぎ目、つなぎ方っていうのも以前にアップしてるので、この、動画の、説明欄かな、説明欄にそこにURL 貼っておきますので、綺麗に無駄なく使える糸のつなぎ方で、またもう一度よかったら編み直していただければなと思います。はい、明日は何か作品が1個アップできるかなと思います。ちょっと絶対じゃないんですけど、明日はちょっと時間、自分の時間が少し取れるっていうのがあるので、まあ、できればアップしたいなと思っています。以上、ちょっとパパッと急いでで申し訳ないんですけど、このバッグのサイズを、説明させていただきました。10号のかぎ針で編んでいます。はい、以上です。またアップします。